皆様こんにちは。この動画では2021年12月度におうちの御用機家工房で開業いただいた加盟店さん8店舗の開業支援の実績についてご案内をさせていただきます。それでは早速 A 店からですねご案内をさせていただきます。 A 店は関東地区で開業いただいた加盟店さんになります。配布したチラシの枚数が約27,000部、3日間でお電話いただいた件数が15件、お見積もりにお伺いをさせていただいた件数が12件、ご制約いただいた金額が356,700円となっております。続いて B 店ですね。 B 店も関東地区で開業いただいた加盟店さんになります。配布したチラシの枚数が約3万部、3日間でお電話いただいた件数が25件、お見積もりにお伺いさせていただいた件数が10件、ご制約いただいた金額が974,960円となっております。続いて C 店ですね。 C 店も関東地区で開業いただいた加盟店さんです。配布したチラシの枚数が35,000部、お電話いただいた件数が23件、お伺いさせていただいた件数が11件、ご制約いただいた金額が354,810円となっております。続いて D 店ですね。 D 店は九州地区で開業いただいた加盟店さんになります。配布したチラシの枚数が25,000部、お電話いただいた件数が22件、お伺いさせていただいた件数が10件、ご制約いただいた金額が124,800円となっております。続いて E 店ですね。 E 店は北海道で開業いただいた加盟店さんになります。配布したチラシの枚数が約28,000部、お電話いただいた件数が23件、お見積もりにお伺いさせていただいた件数が10件、ご制約金額が437,080円となっております。続いて F 店ですね。 F 店は関東地区で開業いただいた加盟店さんになります。配布したチラシの枚数が4万部、お電話いただいた件数が14件、お見積もりの件数が6件、ご制約金額が108,800円となっております。続いて G 店ですね。 G 店は四国地区で開業いただいた加盟店さんになります。配布したチラシの枚数が約25,000部、お電話いただいた件数が15件、お見積もりの件数が5件、ご制約金額が212,384円となっております。では最後 H 店ですね。 H 店は関西地区で開業いただいた加盟店さんになります。配布したチラシの枚数が3万部、お電話いただいた件数が23件、お見積もりの件数が10件、ご制約金額が295,900円となっております。以上がおうちの御用聞き家工房で2021年12月度に開業いただいた加盟店さん8店舗の開業支援の実績のご案内になります。なおこの8店舗の加盟店さんの開業支援の実績の平均額、これが358,179円となっております。最後までご視聴いただきありがとうございます。興味のある方はぜひ他の動画もご確認ください。